どうも皆さんこんにちは、ニムです。皆さんは妹が好きですか？なんだこの導入は、あらぬ誤解が生まれそうですね。まあ話の流れからしてラティアスのことだろうぜ。なんでわかるんだよ。理解のある相棒で助かります。つってもラティアスなんて迷走して詰ませるしかやることねえじゃん。俺たちがわざわざ動画にするこったねえだろ。だが公園内でポケモンをすべて動画化する目標だってある。じゃあ今回は迷走型じゃないってことですか？いいえ迷走型ですけど、この流れで迷走型なことあるんだ。まあ普通に迷走型使うのも面白くないので、今回は調査も兼ねて使っていこうかなと思います。調査？ほら、ラティアスは今作フェアリー技を習得したじゃないですか？魅惑のボイスだっけか？もう一つあるぜ。そう今回は魅惑のボイスよりも使用率の低いドレインキッスを使っていこうかなと思います。要は逆張りか。まあこれには理由がありましてね、基本耐久を上げるラティアスなのでドレインキッスの方が相性いいのではないのじゃないかと思いまして。確かにそう言われると魅惑のボイスより相性よく聞こえるな。それなのに魅惑のボイスの方が採用率高いのは気になります。そんな感じでラティアスを使っていきますよ。1戦目。てっきり悪鬼持っているかと思ったけど5つ目なんだな。今回のラティアスの調整剣盾の時に使っていたと思われる個体なのですが、なぜこの調整にしたのかわからないし、なんか結構シーンに振っていたので記載はやめときます。振り直せばよかったろ。そして今回はブリジュラスでステロして、キチキギスで毒巻いてラティアスで詰めればいいなと思ってました。思ってました。鋼タイプのポケモンが2匹もいるので今回は選出見送りました。なのでラティアスで疲弊した相手をトドロク付きで勝っていきます。最近トドロク付きを雑に使ってないか？対戦よろしくお願いします。初手は海流さん。初手の海流本当にわからなくて面倒ですね。まあ有枚されても問題ないのでとりあえずステロから入りましょう。ブリジュラス、ステロ型で使うんだな。ランクまでは水流連打誘って持久力発動させるみたいですけど、うっかり主役空型なので今回はステロ型で来てもらいました。せっかく600族になったのにやることがステロなんだな。海流さんは電磁波でブリジュラスさんを麻痺にしてきましたね。ということはヤスラやアンコールとか覚えているのかもな。アンコール覚えてんならブリジュラスがステロで固定されちまうぜ。ご安心を。今回は挑発アンコール対策としてメンタルハーブを持っています。そしてここでホエルを選択することによって2回目のアンコールを防ぐことができるのですよね。ついでに海流の野郎にステロダメージを与えることだってできるぜ。メンタルハーブは活かせましたか？この場面で活かせなかったら何の意味もありませんよ。まあアンコール確認できただけ良かったと言っておきましょう。相手もアンコール見せちゃったからここは難しい場面だっただろうな。どうせ電磁波されるのでトンボ返りでまたブリジュラスに戻していきますよ。海流さんは5つ目を持っていたようです。ドレインキッスが接触技なのでこの後戦う時は面倒ですね。一旦ブリジュラスを手持ちに戻しているのでこれでアンコールは通りません。あとは適当にホエルで流して相手の手持ちをかき乱していきましょう。出てきたのは鬼しずくもさん。水技がとんでも火力になるのですけど半減なので大丈夫でしょう。ここからはホエル連打するだけなのでカットで。3匹目は鉄の頭さんだったみたいです。カットした間は痺れすぎて特に動けませんでした。ですが3匹見えただけ良しとしましょう。これでようやく瞑想する場が整いましたね。鉄の頭って気合玉できるのか。というか気合玉入れねえと特殊技って少ねえのか。ようやく今回の主役が出てきました。とりあえず瞑想から入りましょうか。お次は鬼しずくもさんに交代。水技は半減なので問題なく瞑想できますね。相手は鬼しずくも、海流、鉄のかしら。海流のアンコールに気をつければラティアスだけで余裕の突破ができる。ここはとりあえず鬼しずくもをさっさと倒しちゃいましょうか。この威力が上がったミストボールでワンパンですよ。全然効いてませんけど。こいつ特防種族値が132もあるからな。攻撃が一番高いもんだと思ったぜ。逆に攻撃は70しかありませんよ。特性の強さで火力を補っているタイプですね。吸血されてそういえば虫タイプなことを思い出したのでテラスタルします。どっちのラテも鋼テラスが相性いいんだな。人によっては浮遊と合わせて電気テラスで弱点消したりするらしいです。ここはさすがに減りすぎたので自己再生していきましょう。クレセリアと違ってそこそこの速さから再生技使えるのはラティアスのいいとこだぜ。うまく吸血をかわせたのでもう一回瞑想していきましょうか。おいおい、ここで瞑想しても大丈夫なのか？これだけ体力あれば大丈夫ではないのですか？ドラゴンタイプじゃなくなっているから水技が当倍で入っちまうぜ。あ、忘れてました。もしかして終わったかこれ。終わったかと思ったが噛みつくをしてきたな。相手が気がつかなかったのか、それとも押しミスなのか。相手の鬼しずくもはもう5つ目で落ちます。それなら自己再生で HP を確保して次のポケモンに備えましょうか。いくら水砲といってもラティアスにそこまで入るとは思えません。めちゃくちゃ効いてるじゃねえか。素直に落とした方が体力減らずに済んだのに。すいません、あまりにもいい流れなので調子に乗りました。でまた海流が来上がると。ここからは変なことせずにドレインキッス連打で海流を倒します。電磁波アンコがあるのでむやみな行動はできませんね。ここでドレインキッスのいいところが出てきます。本来電磁波が絡んで麻痺の可能性考えると体力を維持させる必要がある。だが自己再生すると麻痺しているせいで上からアンコールされて終わりだ。ですがドレインキッスなら攻撃しながら回復することができるのでアンコールにはめられずに済むってことです。
こうして強い場面を見ると確かに強いな。でも使用率は魅惑のボイスの方が高いのですよね。噛み合っている気がすんのになんで使われねえんだ。この対戦で気づいてしまったのですよね。答えはただ単に威力が低すぎることです。え、それだけなの？それが問題なのですよね。この対戦もドレインキッスだから粘り勝ちできる雰囲気あるが、そもそも魅惑のボイスなら1回で倒せたぜ。まあワンパンできるならそっちの方がいいわな。ドレインキッスってタイプ一致で使うポケモンが多いですからね。不一致で使えば威力が低く感じるのも当然です。まあフェアリーテラスすればそこそこの威力で使えますよ。それで、この海流はいつになったら倒せるわけ？それは私も聞きたいところです。さっきからヒルミとマヒでなかなか動けませんね。それにドレインキッスの威力が低くてなかなか倒せねえぜ。ですが海流の羽休めがなくなったぽいのでそろそろ倒せそうです。ドレインキッスをしているだけだけどかなり時間かかったな。この後相手さんは降参を選択しました。対戦ありがとうございました。瞑想型だとドレインキッスの方がいいと思っていましたが、威力の低さが問題とは思いませんでしたね。2戦目、あ、これは私がボコボコにされてるダブルムーン編成ですね。え、そんな名前なのか。いえ知りませんけど。知らない人に説明すると、初期ガチグマで荒らしてからクレセリアに交代して、ドリルと三日月の前でガチグマ復活させてまたガチグマで荒らすパーティーだ。単純だがかなりパワーでゴリ押しする編成だぜ。ですが今回は鋼テラスラティアスがいます。力だけでは妹に勝てないということを教えてやりますよ。妹に勝つ負けるってなんだ。対戦よろしくお願いします。初手はガチグマさん。まあこれは予想通りです。このガチグマ編成の重大な弱点はですね、ガチグマがワンパンされると終わることです。なるほど、すごく単純で完璧な対策だぜ。ガチグマをワンパンすることが不可能なことを除けばな。お相手さんはいきなりテラスタルです。おそらくブラッドムーンをフルパワーで打つためにノーマルテラスですね。ですが問題ありません。今回のブリジュラスはメタルバーストを採用しているので、いくら体力の多いガチグマでもワンパンしてやりますよ。メタルバースト、優先度下がらない反射技なのに大丈夫か。え、おめえポケモンバトル何年目だよ。今年で11年目ですね。思ってたよりやってました。つうかこいつミラーコート覚えるからそっちでいいだろ。え、ミラーコート使えるのですか。知らなかったのか。11年ポケモンバトルやっていてもまだまだ新たな発見があって楽しいですね。すごい適当にごまかそうとしている。ガチグマさんは交代です。メガネ型なのか、イバンのみ警戒で交代したのでしょうかね。出てきたのはママンボウさん。クッションになったりクレセリアに繋げやすくていいですね。相手がイバン呼んでくれたのでステロだけはできそうでよかったです。まあ裏がクレセリアだった場合あんまりステロする必要ない気もするがな。今後もステロ要因がラブラージの次にブリジュラスがたくさん動画に出てくるかもしれませんね。次はちゃんとミラーコートにしておけよ。ママンボウさんはクイックターンで下がっていきました。またガチグマさん出されて誰か倒されちゃいます。これ裏がクレセリアで確定しているならラティアスで詰ませれますよ。ということでテラスして瞑想から入ります。フリー鋼テラスなのでガチグマの一致技は全て半減以下で抑えられますよ。それに上から瞑想できるから結構余裕でブラッドムーン受けれそうじゃないか。仮に半分以上減らされてもブラッドムーンは連発できない。その間に回復と瞑想できればいいさ。まあ首持っているとゴリ押しされちゃう場合あるのですけどね。まあまあ減ったとはいえ余裕ではありますね。再びママンボウさんに交代。これはあくび持ってないのではないですかね。ママンボウがラティアスにできることなんてねえから積み放題だぜ。受けとしてはママンボウ優秀だけど、積みの起点にされやすいのはちょっと弱いな。今のうちに体力回復までやってしまいましょう。どうせ願い事とかクイックターンですから好き勝手しちゃいますよ。危ない技持っていましたね。なんとなく攻撃してたら終わってるとこだったぜ。このまま6回瞑想して倒してもいいのですけど、相手が HD 特化にしていた場合耐える可能性がほんの少しだけあります。なので適当なタイミングでキチキギスに交代しました。毒の鎖で猛毒にしてやろうってことか。そんなうまく猛毒にできるかな。結構キチキギス使っていますけど、猛毒してほしい場面で毒の鎖発動することあんまりないです。ねえのかよ。流れ的に毒にしてくれる話ではないのですか。ガチグマが来ているようにトンボ帰りにしましたがどうでしょうか。はい、これは勝ちです。猛毒入ればミラーコートは通りませんね。この後ラティアスさんの突破方法を失ったお相手さんは降参を選択しました。こういうタイプのポケモンは対策不だねえとあっさり積んじまうぜ。いかがでしたでしょうか。ドレインキッスラティアス、瞑想型と相性は良かったですが問題点も見えてたので、今後育成する時の参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみにおめえは魅惑のボイスとドレインキッスどっちのがいいんだ。私は電気テラスにして10万ボルト入れる方が強いんじゃないかと思いましたね。じゃあこの動画は一体何だったんだよ。